皆さんこんにちは、大成建設株式会社代表取締役社長の村尾でございます。お忙しい中、当社説明会に、ご参加を賜り誠にありがとうございます。本日はどうぞよろしくお願いを申し上げます。説明に入る前に、簡単に私の自己紹介をさせていただきます。私は1988年に大成建設に入社をいたしました。現場で、施工管理に携わり、35歳の時に、現場の所長に、なりました。それから10年間、多くの、建設現場で責任者として経験を積み、2010年に西日本技術グループリーダーとして技術部門のを統括する立場になりました。その後、大阪本店工事部長、大阪本店長、東京本店長を務め、2020年4月に社長に就任いたしました。大成一筋36年でございます。それでは説明に移ります。本日は会社紹介、業績などの推移、新中長期経営計画の3つのテーマでお話をさせていただきます。ではまず会社紹介から始めます。本社は大阪市中央区にございます。資本金は43億円、従業員数は連結で619名となっております。事業所は大阪、東京、名古屋の三大都市圏を中心に仙台、高松、福岡の全国6カ所にございます。グループ会社は4社ございます。1社目が大成サービス、大成テクノサービス株式会社です。主に不動産管理業、人材サービス業、保険代理店業務などを行っております。2社目が安らぎ株式会社です。訪問看護事業を行っており、東京都杉並区の高円寺で訪問看護リハビリステーションを運営しております。3社目が株式会社上島組、4社目が川西土木株式会社です。この上島組と川西土木は昨年11月にグループ会社となりました。詳細は後ほど説明をいたします。次に当社の遠隔についてです。1937年3月に山本末雄が大阪府松原市において創業し、1947年に株式会社大成組を設立。当時、創業者の山本末雄が大工の末やんの愛称で、周囲から親しまれていたことから大成という名前になりました。その後、1970年に現在の大成建設株式会社に社名を変更。2018年には住宅メーカーの三沢ホーム株式会社と資本業務提携を行いました。2022年4月の東京証券取引所の市場再編においてはプライム市場へ移行しております。今年の3月1日には創業87周年を迎えました。続いて当社の事業についてご説明させていただきます。当社の建築事業はマンション、一般建築、リニューアルを中心に展開しております。マンションにつきましては三大都市圏を中心に業界トップクラスの施工実績を誇り、多くの大手マンションデベロッパーと継続的にお取引があります。これまでに大京様のライオンズマンションシリーズの多くを施工し、最近では野村不動産様のプラウド、三菱地所レジデンス様のザ・パークハウス、三井不動産レジデンシャル様のパークシリーズ、東京建物様のブリリアシリーズなど、メジャーセブンと呼ばれる大手不動産各社様とお取引させていただいております。業界では高い信頼を得ていることが当社の強みとなっております。6ページにマンションの施工実績の一部を紹介しております。左上にありますリーザス南千里と
と右上にあります大阪府営借田住宅は、これは私が現場所長時代に手掛けた案件です。現三菱地所レジデンス様および代表様発注のリーザス南千里は、南千里駅直結の約300戸の分譲マンションと医療モール、銀行などが入った複合型施設です。当時は会社で一番大きな物件で、とてもやりがいがあったのを覚えております。大阪府営借田住宅は大阪府発注の府営住宅の建て替え工事で、当社が得意とするプレキャストコンクリートを利用した工業化工法を取り入れた物件で、他社に先駆けて取り組み思い入れがあります。中央の藤沢ザ・タワーは清水総合開発様、東京建物様からの発注で、当社が設計施工を手掛けた藤沢駅では最高層の地上19階建ての高層マンションです。次に一般建設です。オフィスや物流倉庫、工場、教育施設などジャンルを問わず様々な建物に携わっており、近年では冷凍冷蔵倉庫など特殊倉庫の需要も拡大しており、取り組みを強化しております。8ページに一般建築の施工実績の一部を紹介しております。松原市の庁舎、芦屋市の山手中学校、堺保健センターなどの官庁工事をはじめ、オフィスビルの実績も数多くございます。物流倉庫やホテルなどの実績に加え、三菱 UFJ 銀行大阪ビルや東京の浜松町にあります日本生命浜松町クレアタワーなど、共同企業体により大型の超高層ビルの施工にも参加しております。東京オリンピックのボートカヌーの競技会場でありました海の森水上競技場も建築部分の施工を担当いたしました。次にリニューアルです。リニューアルでは既存建物の調査・診断、修繕・耐震改修、増築・用途変更など建物にまつわるお客様のあらゆるご要望にお答えをしております。建物の再生や長寿命化を通じて持続可能な社会の実現に貢献しております。写真のアズプライム千代田藤見は三沢ホーム様と協業した物件で、青木茂建築工房様が提唱するリファイニング建築という建築工法を用いて施工し、もともと専門学校であった建物を賃貸マンションに用途変更をしました。リファイニング建築は躯体の約 80% を再利用することで、廃棄物を大幅に減らすことができます。 CO2 の排出量についても新築に比べ約 70% から 80% 程度に抑えられることから、環境に配慮した工法であり、 SDGs 等の観点からも注目されております。また新築同等の耐力を確保できる工法でもあります。すでに当社は4件の施工実績があり、他社に先駆けてノウハウを持っています。今後も積極的にリファイニング建築に取り組んでまいります。11ページにリニューアルの施工実績をご紹介しております。大阪南港の ATC、ITM 棟や東京都調布市の調布病院の改修、三沢ホーム様と協業で取り組んだ山陰ハワイ温泉坊古郎様の温泉旅館の改修や、賃貸マンションシャトレ信濃町の改修工事、こちらの温泉旅館と賃貸マンションの改修は先ほどお話をいたしましたリファイニング建築を採用し、新築同等によみがえらせました。その他久保田様や大阪ガス様など多くのお客様とも継続的にお取引がございます。以上が当社の事業内容と施工実績となります。次にサステナビリティ課題への取り組み方針についてご説明いたします。
環境、社会、ガバナンスのカテゴリーごとに記載の取り組むべき重要課題を設定し推進してまいります。取り組みの結果についても開示をし、着実な課題解決を目指してまいります。次に当社が推しております FC 大阪についてご紹介をさせてください。今日お配りをしてますあのファイルが FC 大阪 のファイルになっておりますけれど、この FC 大阪はあの 東大阪市をホームタウンとした現在、サッカーの、まあ、J3 に所属するプロのサッカーチームでございます。 FC 大阪はサッカーだけではなくてですね、地域社会の活性化、課題解決にも取り組んでおります。 FC 大阪と協力して積極的にこの分野も推進していきたいと考えております。チームの現在の状況は、開幕から3連勝を飾り、現在 J3 で1位につけております。今年のチームは攻撃力があり、面白い試合が多くなるはずです。サッカーにご興味のある方はぜひ東大阪市花園ラグビー場に足を運んでいただければと思います。また ESG の取り組みについて、コーポレートレポートなどを通じて目標数値や進捗を積極的に開示していく予定です。それではここで、当社の企業 CM の動画をご覧いただければと思います。私ね、あなたのことが大生です。大生って何？まっすぐな建設会社、大生建設。何書いてんの？ちょっともうやめて、見ないでよ。大生え？だから大生って何？いつもまっすぐな建設会社、大生建設。何かな？せーの、大スエ。大スエって何？幸せを届けたい建設会社、大スエ建設。お日取り的には10日の土曜日がちょうど大スエですね。大スエ？大スエ？やっぱ大スエですよね。皆様大スエにこだわられます。大スエに間違いございません。大スエって何？未来を届けたい建設会社、大スエ建設。はい、ご視聴ありがとうございました。これらの動画はより多くの方々に、大成建設の名前を知っていただくために作成したものです。IR を含めた広報活動についても積極的に取り組んでまいります。以上が会社紹介となります。次に業績などの推移についてお話しさせていただきます。まず受注高、売上高、営業利益の推移です。2019年3月期から2024年3月期までを記載しております。受注高は大型案件の受注もあり好調を維持しており、2023年3月期は高水準となる869億円でした。売上高についても2021年3月期に若干落ち込みがあるものの拡大傾向にあります。一方営業利益は資材価格の高騰や労務費の上昇が影響し、近年は厳しい状況となっており、収益性の改善が喫緊の課題となっております。次に純資産と自己資本比率についてです。自己資本比率については 40% 台の高い水準を維持しております。健全な財務体質を維持しつつ、収益性の改善に向けた積極的な成長投資を行い、企業価値を高めてまいります。次に先月2月7日に公表いたしました新中長期経営計画についてお話をさせていただきます。これまで当社は財務健全性の向上を最優先に考え、投資も抑制してまいりました。現在は自己資本比率も改善し、財務体質の改善についても一定のめどが立ったことから、守りの経営から攻めの経営にシフトチェンジし、DX システムの開発や
土木会社2社の M&A など、さまざまな施策を進めてまいりました。しかしながら一方で、建築資材価格高騰の影響もあり、収益面では課題が残る状況となっております。この収益面での課題解決に加え、東証プライム市場の上場維持基準の必達や、PBR1 倍超えの必要性を踏まえ、より中長期目線で抜本的な変革を実現すべく、今回新たに2030年に向けた中長期経営計画を策定いたしました。今回の計画は、建築事業の強靭化、高収益ポートフォリオの拡充、経営基盤の次世代化という3つの挑戦に取り組み、記載の重点施策を推進していきます。創業100周年に向けて飛躍的な成長を実現してまいります。続いて、係数計画について説明させていただき、その後3つの挑戦の具体的な施策についてご説明させていただきます。はじめに営業利益です。2023年3月期以降、収益面において苦戦しており、今年度の予想も厳しい状況となっておりますが、2030年度には PBR1 倍以上を目指すべく、連結営業利益50億円以上を実現してまいります。ROE や ROIC など、その他の指標に関する目標値は記載の通りです。資本の効率性を高めて企業価値向上を図ってまいります。次に、PBR1 倍の達成に向けた具体的な方針についてです。まず本業での利益改善や新たに参入する土木、不動産事業などで収益性の改善を図ります。また積極的な成長投資や株主還元により ROE を 10% 以上に引き上げます。合わせて2030年までの中長期経営計画や高収益事業ポートフォリオの拡充、IR 活動の強化により市場からの成長期待を高め、PER を10倍以上にします。ROE 10倍以上かつ PER 10倍以上を達成することで、PBR 1倍以上の達成を目指してまいります。ではここから新中長期経営計画の3つの挑戦についてご説明いたします。はじめに、建築事業の強靭化についてです。当社はこれまでマンション建築に注力してきました。その甲斐あって得意分野として確立し、多くのマンションデベロッパーと良好な関係を構築していることが当社の強みでございます。また外部環境においてはマンション市場は人口減少等により全国的に縮小傾向にありますが、東京23区や福岡市では人口流入が続く見通しでございます。当社が事業を展開している大都市圏では市場縮小の影響は限定的と考えております。戦略としましては、当社が誇る豊富な施工実績をデータ化し、施主ごとに標準モデルを構築することで、オペレーションの効率化を図ってまいります。また当社は盤上マンションが得意としておりますが、超高層マンションや中高層の木造マンションにも領域を広げ、マンション建築でのポジションをより盤石なものとしていきます。27ページに現在取り組み中の超高層マンションの開発事業、木造社員寮のプロジェクトをご紹介しております。新たな領域へチャレンジしてまいります。次に一般建築についてです。注力領域を絞り、各領域の専門性を向上させることで、高収益体質への変換、匿名受注の推進を図ります。当面は一般倉庫や中小型オフィス、
ホテルで安定的な収益確保に努め、早期により高い施工技術を要する冷凍冷蔵倉庫や食品工場、データセンターなどを最重点で取り組み、競争優位性を確立してまいります。29ページに冷凍冷蔵倉庫、オフィスビルの実績をご紹介しております。次に、リニューアルについてです。リニューアルを取り巻く環境は、現状2000年以前の建物が多く存在していることから、再生建築の需要拡大が見込まれます。当社では高難易度のリファイニング建築、リノベーション案件に注力していく計画です。31ページには、店舗ビルからホテルに再生したコンバージョン工事の事例と、築50年の賃貸マンションを新築同等に蘇らせたリファイニング建築の事例を紹介しております。次に、高収益ポートフォリオの拡充についてご説明いたします。まず、土木事業についてです。昨年11月に上島組と川西土木2社のグループ化をいたしました。上島組は、活岩というジャンルで独自工法を持つ有力企業です。川西土木は公共工事において豊富な施工実績を有し、多数の有資格者が在籍しております。当社と上島組、川西土木、グループ間の連携を強化していくことで事業規模を拡大し、建築一本足のポートフォリオからの脱却を図ります。34ページに、上島組と川西土木の会社概要を記載しております。次に不動産事業についてです。収益性の改善、安定化の観点から不動産事業にも参入してまいります。資本業務提携先であります三沢ホーム様と協業し、不動産開発や不動産の再生事業を通してシナジーを創出していきます。不動産事業への参入で土地の持ち込み営業も強化してまいります。開発から設計、施工までを一貫性を持って実施することにより、収益性の向上を図っていく狙いです。次に経営基盤の次世代化についてです。まずは人材戦略です。当社の飛躍的な成長を支える人間力のさらなる強化、拡充を実施してまいります。次は組織戦略です。全社目線での受注判断、各本支店横断のタイムリーな人員配置を行う組織として、新たにプロジェクト審査委員会を設置いたしました。また収益性の改善と強みの確立を確かなものにするため、事業戦略本部を設置し、ノウハウの蓄積、活用を推進してまいります。次に DX 戦略についてです。2年前から急ピッチでシステムの構築を始め、2024年度より当社独自の DX システムの全社展開をスタートさせます。営業、施工、経営管理プロセスを革新することで、当社の課題である収益性の向上を図り、2030年度目標であります連結営業利益50億円以上を実現してまいります。DX システムの構築において、ベトナム最大の IT 企業である FPT 社と協業をしております。この協業を通じて DX 推進体制の強化、効率的な IT 投資の実現を目指してまいります。また、社内のオペレーション改革も必要と考えております。営業力、施工力、技術支援を強化していくため、各機能において業務のあり方、進め方を抜本的に見直し、成長戦略を実現するための基盤を構築していきます。
最後に資本政策についてご説明いたします。株主の皆様への利益還元につきましては、株主の裾野拡大を視野に入れた持続的安定的な株主還元を念頭に、当期の業績、将来の見通し等を総合的に勘案して決定すべきものと考えております。今後さらなる企業価値の向上に向けて、積極的な成長投資と安定的な株主還元を行うという考えのもと、仮に単年度の業績が低水準になった場合でも安定的な還元を実行できるよう、 DOE を新たな指標として導入し、総還元成功 50% 以上かつ DOE 4% 以上といたしました。45ページに2025年3月期から2031年3月期までのキャピタルアロケーションを記載しております。今後は戦略投資により収益性の改善を行い、それにより創出したキャッシュを株主の皆様に還元してまいります。46ページには当社の株価の推移を記載しております。2021年10月までの株価は700円から900円前後で推移しておりました。2021年11月から12月にかけてプライム市場の選択、増配の公表、適合計画書の開示などで株価は上昇いたしました。2022年10月には業績予想及び配当予想の下方修正で一時的に株価を下げるも、先月の2月には先ほどご説明させていただいた新中長期経営計画を公表し、1600円前後に上昇をいたしました。新中長期経営計画の施策をしっかりと実行し達成していくことで、市場からの評価を得られるよう邁進してまいります。47ページにプライム市場上場維持基準の適合状況を記載しております。直近の決算時点では流通株式時価総額が88億9000万円となっており、上場維持基準の100億円を満たしておりません。しかしながら足元の状況では2023年11月に流通株式数の増加を目的として実施しましたリキャップワラントの行使が順調に進んでいることや、株価も1600円前後まで上昇していることで、現在100億円を超える水準となっており、上場維持基準の達成も視野に入ってまいりました。説明は以上となります。今後とも大成建設をどうぞよろしくお願いいたします。ご清聴ありがとうございました。もうこの4月からこの24年問題、ありまして、もう数年前から当社はその働き方改革プロジェクトチームを作りましてですね、その対応をしっかり図ってまいりました。特に当社は建設会社ですので、作業所のね、4週89といいまして、週休2日を実現するということが一番の目標になっておるんですけど、その実現に向けて今具体的施策をしっかりと立てて、この4月から実行に移す予定でございます。また人件費の方もね、うちの会社だけではなくて、建設業全体の職人さんの単価も上がってまいりますんで、その辺も踏まえた対策は取っております。私どももできるだけ早く今 PBR 1倍以上っていう要請がありますんで、それにはお答えすべく努力をしてまいります。ただこの本当に直近この1年2年でそれを達成するのは今の当社の現状ではなかなか厳しいものがございますんで、しっかり2030年に向けて計画を立てて、2025年までに
まず、第一目標で、次2030年までに PBR1 倍という、まあ、あの段階を踏んだ、しっかりとした計画を立てて、まあ、それを着実に実行してまいりたいと思います。まあ、あのいきなりキンキンにお約束をバーンとしても、達成できないということも ありますので、確実なところで、進んでいきたいなと、そのように思っております。はい、当社実は、かなり昔にはですね、海外でたくさん仕事をしておりました。特に東南アジアやフィリピン、サイパン等で、たくさん工場をしとったんですけど、オイルショック以降を撤退をして、まあ、現在海外では仕事をしておりませんが、私どもはできたら海外にも進出をという考えは持っております。まあ、ちょっとコロナ前に一時期ちょっとこう海外展開の施策を始めたんですけど、ちょっとコロナで立ち入って切れてしまってですね、またこれから新たに、海外で、何か仕事ができないか、あるいは先ほどお話をいただいた、資材、あるいは人的確保、まあ、国内でも、就労者、技術労働者が非常に不足をしておりますので、海外から、調達といいますか、海外からお力を借りて、仕事をしていくという計画は持っておりますので、近いうちにその発表ができればと、そのように思っています。一応積極的に考えております。まず採用については、成長路線を掲げておりますので、それに合わせて採用計画をしております。実はこの4月には新入社員28名入社をしてまいりますけれども、できれば50名ぐらいの新入社員の採用計画をしておりますし、外国人につきましても今だいたい去年は2名新入社員で入ってきておりますし、ちょっと割合って言われると今ここに資料ないんですけれど、日本人に限らず海外から技術者を雇い入れることは積極的に考えておりますし、説明の中で FPT 社さん、ベトナムとの提携のこともお話しさせていただきましたけれども、実はこの DX システムを作るにもベトナムの就労者さんというかベトナムの技術者さんが当社に来ていただいてですね、それを作り上げてきましたし、今後もお力添えいただいて、当社に派遣を来ていただいて、そのシステムを維持継続をしていくということも考えています。で、2つ目については M&A の今後のことについてですけど、昨年2社行いましたけれど、今後も積極的に、本業あるいは土木不動産を中心に、M&A は進めてまいりたいと考えております。3つ目、九州につきましては当社九州支店もございまして、今現場で言えば何現場あるでしょう、7、8現場の稼働がございます。おっしゃる通り九州は非常に今佳境になっておりまして、たくさん仕事もございますんで、できれば九州にちょっとシフトをして、仕事を増やしていければとそのように思っております。以上でございます。当然達成可能という目算で、はい、中長期作りましたんで達成は可能でございます。ただ一遍に先ほど PBR1 倍がもっと早く達成できないかすべきじゃないかっていうご意見もいただきましたけれど、しっかり確実にマイルストーンを決めて計画を着実に毎年毎年達成していくということで、2030年にはPBR1 倍以上を目指してまいります。達成可能でございます。もう今までちょっと長い間、昔は土木をうちやっておったんですけど、このもう十数年以上ちょっと土木から一時撤退をしましてですね、建築一本で、ずっとやってまいりましたんで、
まあ、安定して仕事と利益が確保できる土木を、まあ、去年11月から再進出することができましたので、まあ、そこで建築が、まあ、不況といいますかちょっと厳しい時も土木で補うことができると、そういう意味でまあ土木をに進出をしました。で不動産につきましてはもうできれば施工あの川上というか水上から、開発、設計からあの手掛けることができますので、まあ、あの高収益につながるのではないかなと、そのように思ってます。ありがとうございます。ではあの M&A はその本業の土木を中心にするというのは、まあ、そういった理由からもあるということでしょうか。それで M&A を土木中心、はい、あのもう一旦土木を撤退を十数年前にしましたので、はい、あの今から一からと会社の中で育てていくというのは、はい、なかなか時間も労力もかかりますので、はい、あの M&A で、もう即結果が出るあの形であの事業展開したいなと、そのように思っています。私も実は 3D プリンターものすごく興味があって、何か近い将来はそういう形であの多分建築の部材とか、ある一部の部分についてはもうすでに多分あの動き始めておると思います。で特にあのうちあの説明でもいたしましたように、PC といいますかプレキャストについてあの結構先進的にあのする工法を独自工法も持っておりますので、まあ、それに 3D が加わればあのよりあの先進的なものができるんじゃないかなと思いますので、あの積極的に取り組んでまいりたいと思います。私はもう現状維持に、甘んじることなくですね、あの常に成長ということで、成長強みを持つチャレンジすること、とこの3つをモットーに、取り組んでまいりましたので、今後もまあ企業価値を高める施策をどんどん実行していきたいと思います。あの大成建設をどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。